はい、まあ無事終わったね。西谷君も勝って、まあ、あまり直後や何して今控え室に帰ってた時やな、いや試合の疲れじゃなくてやっぱ気づかれよな、完全にその試合の気持ちを作るのってマジでしんどいから、試合するだけじゃないんだ、試合するだけっていつものスパーリングと変わらんからね、たかが1分にどんだけつぎ込めるかっていうのがやっぱり今回のブレイキングダウンの難しさだよな。俺、まあ試合決まってからさ、うん、まあディープもあったし、そうですよね、忙しかった。結構そういう、なんていうんやろ、まあメンタルがぶれるようなタイミングで、そこ、俺はまあ知名度が上がって出たんで、まあいろいろアンチとか、まあそういう、なんていうか、コメントに、いつもなら気にしないんですけど、そうやな、キラーくんほんま気にせんかな。なんですけど、なんか今回は多分そういう試合前とかと重なって、メンタルコントロールがちょっとできなくなって、まあ、自分が言ってるその神経とかそういう系の先生とかに、まあ、その神経失調症みたいな、まあ、そんな感じで、まあ、言われて、そうなんていうの、有名になるのって楽しいことだけじゃないんだなってすごく感じた、なんか日々やったなっていうか、まあ、対戦相手の対戦とか、まあ、そういう対戦相手と戦ったりとかが、まあ、あってこそなんですけど、というよりはまあ自分に対するそのプレッシャーとかと戦ってたのかなっていう、よくわかんないですね。僕試合勝ったんですけど、なんか今嬉しいとかはそんなになくて、なんかそういうプレッシャーから解放されたのかよくわかんない。それなんかまだ分かってないと思う、実感がないと思う、ちょっとなんか倦怠感というか、そういうまだ現実と感じてないんですけど、そうですね、という感じですね。なんか連戦で、でも西がこうそばに寄ってくれたから俺がそうやって思ったのに、彼にはいろいろ僕相談してたんで、そういう風に思えたと思うっていうのに、やっぱ彼はそのいつもの僕を知ってるから、いつもの君ならそのヒロヤ君なら気にしないよって、そういう風にいつもの僕に対するその助言っていうのをしてくれて、そこでやっぱりブレないことが、なあれ今日までブレずになんとか来れたのかな。だから本当に今回のこの沖縄とこのブレイキングダウンの勝利はマジで西谷君に本当に感謝ですね、まずね、って思ってます。それも勝ったから言えるね、本当に、まあ、さすがでした、本当に。うん、でもここで負けたらもう俺人生終わりだなって思ってたの、まあ、この後のことなんか一日明日のこととかも考えてなかったし、負けたらもう全部が終わる、もうこの人生が終わるんだという気持ちでこの2戦に挑んだ。ヒロヤ君今日結構怒られたな、ヒロヤ君試合前に俺がなんか意味わからんこと言うたらちょっと静かにしてんけど黙ってんの、ちょっとそういつまでたら黙ってまでは言わんないけど、なんか本当になんていうの、なんか人生かけてたっていう言葉にすると軽く感じるかもしれない、それぐらいの気持ちだったのかなと自分は。俺は結構喋ってしまうからね。そう、イッシーはねちょっとなんか緊張したらね大体負けるから、そうやな、そう緊張してないぐらいがちょうどいいんですよ。でも若干こうちょっとああ負けたでしょって言っとくぐらいがちょうどいい。そうやね、そうやね、そうやね、もう難しいとこやな。難しい、まあ、俺に関してはまあ普通にやるべきことはできたかなと。一応ね、ヒロヤ君とプランどういう風に戦うっていうのがプランがあったんで、まあ、それも試合前にもしたし、そのずっと前からやってるし、まあ、そのプラン通り一応動けて、まあ、その派手な KO 勝ちはできなかったけど、いややっぱあいつ強かった、いや強い、パンチ危なかった、危なかった、何個かほんまに危なかった、一発結構やんもあってちょっとピリピリってきたかな足が、うん、そういくらでも現役じゃないとは、そうパンチはある、やっぱ重たかったもん、ね、スピードキングやな、スピードそうやな、そうやな、イケメン選手はスピードキングやな、まあ、耐えたりはおかしいけどな、まあしっかり勝てたんで、まあ、よかったなと2人で勝って、富澤選手もやっぱり試合終わったってところ喋ってすごい男気のあるやっぱ選手だし、 MMA で確かにやるって言ってそっからこうぐちぐち言わなかったんで、やっぱりなんていうんやろ、そうやってやったらこう SNS とかで煽ってくるんかなと思ってたんやけど、やっぱりもうなんかやるって言ってからね、やるそういうのもあんまり男らしかったな、まあ確かにそう選手を相手選手はいてこそなんで、そうですね、ありがとうございました、楽しい。
で、まあ俺の相手は俺に似とんよ、ちょっとなんか雰囲気が似とん、それがな、ちょっとイライラするよ。ごめんなさい、そうだよ、そうだよ、そうだけど、いやちょっと似とんから、ちょっと無駄なしでってかな、ちょっと日清っぽいもん、ちょっとあそこを笑いに持っていく感じ。そうなんよ、なんか俺に似とる匂いがしたから、ちょっと絶対こいつ叩きのめしたろぐらいに思ってたんですよね。いや、まあそう思うよ、俺も戻ったからやろ。そう、それは、そうそう、似とるやつは俺、ね、なんかアイタイプ俺だけでいいよ、そういうつもりやらして。もうこれこういうキャラだから、キャラじゃないけど、まあそういうのをちょっと徐々に徐々にちょっとジャブ受けていきます。パンパンっていきますから、まあとりあえずじゃあ終わりにして、最後じゃあ最後にこれなんかいきましょうか。いいやろう、もちろんこの今日使った、はい、パンっていうね、もちろんブレーキングダウンバンドおる、いる人おるやろ、おる。いや俺こういうのさっそうと捨てちゃうから。いやそりゃそうなんやけど、俺のファンの人はそれ欲しいよね。ヒルヤ君の方が欲しいと思う。ニッシーのいらんからヒルヤ君のみたいなコメントちょっとあったもん、名前で。ヒルヤ君、それじゃあニッシーをいじって面白くさせようとしてくれた。それ面白いと思ったらマジやめたいって出つくから。それほんまに意外とね、メンタルちょっと、ね、そう弱い、強くないな。そうそうそう、弱いからほんまやめて。いや、ちっちゃいこと気にするの。ちっちゃければちっちゃいほど気にするタイプやから。逆にそうなんや、確かに試合の時全然緊張してない。そうなんや、そういうとこ、そういうとこ。じゃあ、今日はバタバタでなんかこんな格好ですみません。直後ですからね。そうですね。まあブレーキングダウン終わりでよかったです。はい、はい、ということで、この動画が良かったら、はい、チャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。マジで良かった。ありがとうございました、皆さん。じゃあねー。入刀していきたいと思います。いつものやつ？おお、やった。大丈夫。振り返って。おっ、なんでやめろ。やめやめ。これが手取り考えになって。こっちからもね。あった。はい。ちょっとこれで。もしかしたら今回だけかもしれんかな、ブレーキングダウン出るの。その説濃厚やから、マジでレアやと思う。まあ俺もそんなこと言いながら2回目で出ちゃいました。ここ行けばいいんだもん。おい、やだやだ。ゆるいやん。ゆるくさくさく。はい、おお、やるい。行く行く行く。よかったマジで。だっ。いや、ビー絶対ビビってたんすよ。優しかった。小倉さんなら、これ沖縄の時ヒルヤ君の同じことがありました。ハサミで切ってる途中に痛っとか言ったんですよ。あ、ゆっくりしたゆっくり、ほら、痛っ痛っ、こんなん見てる人いるの。おるよ、俺のファンが一回歌おるんすから。楽しかったね。アーチ、あーチ、アーチ、アーチ、僕もで上げないといけない。上げて最後のところだけ、これ自分でやったの。いいな、見せてるとこれも、はい、これもくれんの。これは俺さんにあげる。はい、ということでこちら、またとりあえず決めます。詳細はね、僕らの YouTube、Twitter の方で見てます。
ツイートするかもしれないんで、とりあえずフォローしておいてください。お願いします。